あのご紹介いただきましたアイペイ細胞研究所の江藤と申します。あのおトイレ休憩までもう少しでございますので、もう少しだけ我慢していただきたいと思います。あの血小板は輸血に使う,うものでございまして、あの再生医療で何で再生医療なの？っていうことをよく質問されます。ですので、あのせっかくお時間をいただきましたので、血小板なんで。 iPS から作るかということの今日はお話をさせていただきたいと思いますで、私たちの血小板を含めまして皆様方の血液というのは骨髄という骨の中にあるところで一生造血幹細胞を皆様が持っているステムセル幹細胞によって作られております でこの造血幹細胞というのに例えば病気が生じますと例えばがんになりますと白血病という血液のがんあるいは環境が悪かったり造血幹細胞が壊されるという病気が再生不要性貧血ということなんですけれどもこういう病気になりますと斎藤先生から冒頭ご説明がありましたように、まあ、骨髄移植あるいは最近では再耐血移植と。 いう治療が行われておりますまあ、これがいわゆる血液の再生医療としてもう長年すでに臨床応用されている実例になりますただしこのような増血の異常が起きますと実はまあ血小板や赤血球といった正常に酸素を運搬するあるいは血液を止めるという血小板もそうなんそういう機能がありますがあそういう血 機能がですね損なわれてしまいまままして輸血が必要になります、ま、たこの骨髄移植や最耐血移植の時にはほぼ移植後約1か月にわたって血小板や赤血球の輸血が必要になりますし最近長寿になりまして我が国でもがんになる方の数も増えてるんですけども一方がんはですね外科的治療以外にも抗がん剤や放射線の治療方法が発展いたしまして延命できると。 治療できるとといいうことになってもらいましたただし、まあ、こういう治療にはですね副作用というのが必ずと、えーまあ、伴いまして、えー、ほとんど骨髄抑制をするためにやはり血小板輸血や赤血球の輸血が必要になるということが知られておりますまた澤先生がご専門の心臓の手術はですね実は知られてないんですが意外にも血小板を大量に輸血をする必要があるということも実は知られておりますでこの 血小板や赤血球のための輸血はどのようになっているかということですが実は献血センターに皆様行かれますとほぼ普通は、ね、200cc あるいは 400cc の輸血を献血をお願いされますで血小板はですね一応下に3番目のところに、えー、書いてありますが、えー、2×10 の11乗個という非常に大量の血小板をです、ねえー、1人の方に1回輸血を必要になります ただし、例えば 200cc を皆様が献血された場合には、得られる血小板は 2×10 の10乗庫でありまして、まあ、この計算から言うと10人分の方の、まあ、いわゆる献血が必要になるという計算になります。400cc を献血している方から集めた場合には5人分ということですが、まあ、基本的にはこのように複数の方のまあ献血によって1人分のまあ血小板があまあ供給できるということでございます。で 血小、まあ、板成分献血ということが山中先生のご説明からもあ先ほど出てきましたが、まあ、この場合には血小板だけ取って、えー、ドナーの方献血してくれる方のに赤血球と血小成分を少し戻すということで血小板だけをいただくということがありますけれどもさまざまな副作用があるということが知られております。 で献血者人口なんですけれども、まあ、ここに示しましたように、えー、実は20代や10代の今の日本の若い方、モラルの問題ではなくて、これは若い方によって社会的な影響もあるかもしれません、いろいろな影響理由があると思いますが、献血者人口が激減しているということが分かってまいりましたで。これによって起きる問題でございますが、2027年問題というふうに厚労省や日赤の方々は言っている問題があります。 実は2027年というのは50歳以上のいわゆる方が日本ではピークを迎える人口ポピュレーションとしての比率がこのピークを迎えると考えられておりましてまあこの時50歳以上ということは実は病気になる確率が高くなる病気になっている方の人口が非常に多くなるというね のがこの2027年なんですねでこの2027年の時に、まあ、どのぐらい,い輸血が必要で、まあ、それだけの時にどれだけ献血の方があ足りなくなるあるいはあの十分充足できるのかということを計算したのがこの表、まあ、グラフであります。で、実は約20%近くが足りないということが計算上ですけれども厚労省から発表されております。で この献血成分は実は今は全血で輸血をするということはまれでございまして赤血球にだけを生成するあるいは血小板だけ生成して輸血をするということを行っています。問題はこの血小板今日のテーマですが室温保存しないとその機能を保てないという最大の弱点がございましてそのためにここに示しましたように4日を過ぎたものは実は あいわゆるちょっと危険になるいわゆるバクテリアの繁殖が問題になるので、えー、捨てなきゃいけないということで夏は結構余ったりして捨てなきゃいけないということもありますし冬はあ献血してくれる方がどうしても足りないもんですか少なくなるものですから、えー、足りないというのも問題になっています。で先ほどの説明にありましたように、えー、複数の方からこのように献血をいただいて、まあ、血小板製剤作るわけですが。 血小、えー、板山中先生が血小板成分の時の、まあ、登録している HLA ということを先ほどご説明したので、まあ、繰り返しになりますが、まあ、異なったこういう HLA が発現している血小板が輸血されることになります。 で実は血小板輸血ではこの HLA を合わせる必要は基本的にはないんですけれども例えば患者さんが99番というまれな HLA だった場合に繰り返し輸血をされたときにたまたまこういう99以外の HLA の血小板に対しては抗体を作ってしまってご自分の方とは違う血小板が輸血されたときには、まあ、効かなくなるという病態が起きることが知られております。 まあこういう病態のときには、この患者さんにはですね、99番という HLA の番号の血小板を輸血する人がございまして、この99番の HLA を持っているドナーの方をですね、見つけないといけないんですね。で、この見つけるということに関して、実績はすでに HLA のデータベースを持っているということで、まあ、このデータベースに基づいて、えー、献血センター、あるいはあいわゆる日赤に、 そのドナーの方が行って陽性、ね、に応じて患者さんのために献血をするつまり血小板成分輸血をす献血をするということになっていますがこのドナーの方がやはり高齢化していてどんどん減っているというのが我が国の大きな問題になっています。 で私たちはやはりストックプロジェクトと同じですけれども、日赤の先生方と共同研究をして、まあ、ここをブレイクスルーして、なんとかこの問題点を解決しようということを目指しております。で従来、やはり血小板や血球を作るという仕事は、骨髄の中の造血幹細胞から作ると。 いうことが世界中研究を行われていたんですけれども、この元細胞である、この造血幹細胞を体の外で増やすということが非常に難しいということが知られております。でそこで私たちは、iPS の技術を使って、どん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 いわゆる減っているドナーの方のご協力いただいて、あ小血の少数、少量のいわゆる血液から iPS を作って、そこから血小板の元になる細胞を作ろうと。 いうことを考えましたで血小板の元の細胞というのがキ,でキーでありましてこの巨角球という実は細胞の分裂をストップしてここに示しましたような細胞の核がたくさん存在するような大きくなるこういう細胞が巨角球といいますがこの細胞が血小板を骨の中で作っております。でこれ実はムービーを見ていただきますとこれは 私たちの骨髄ではなくて動物の骨髄ですけれども、えー、骨髄の中ではこのように巨角球というのが結晶板を放出します、まあ、どのように放出するかというとあのバイオザラで見ていただいているこの一番右の上のまあ、いわゆる細い突起のようなものが出てくる巨角球バイオザラと書いてある動画を見ていただくと分かりますがこのように実は結晶板は細胞質 つまり細胞核を残したまま細胞質という部分がちぎれるようにして結晶板というのが生まれてきます。で生まれたこの結晶板このようにたくさん1日に作られるわけですけれども非常に小さな細胞ですが細胞の中にたくさん下流を持っておりましてこの下流が止血にも働きますが最近の研究ではこの下流がさまざまなことを役立っているということも分かってまいりました。 つまり、この一番下にドラッグデリバリーというふうに書いてありますが、あ一,一つの重要ないわゆる事例として、ですね、まあ、昨年、えー、ニューヨーク・ヤンキースに移,動というかー移籍をいたしました、まあ、マー君です、ね、ひ肘は壊れたわけですが、あ彼の血小板を彼自身の肘に打つことによって、血、ま、小、あ、板が持っているさまざまな薬によって、 で壊れた肘が治るという治療が行われました。まあ、つまり、このように薬を運搬する能力を血小板が持っているということが分かってまいりました。つまり、将来血小板というのはですね輸血だけではなくて、まあ、薬を運搬するための重要な単体としても機能するであろうということが考えられます。で、一方血小板のをですね。ips が作る非常に大きな利点は、実は皆様の輸血治療において必ず、まあ、混在しているリンパ球をですね。 排除する目的で放射線が当てられますで放射線を当てることによっていわゆる核の持っている細胞をできるだけその問題を起こさないようにするということが事前の処置として行えるためにこの核のない結晶板にとってはです、ね、実はこういう処置をするということが非常に iPS によって懸念されるさまざまな例えばがん化にしてもです、ねまあらかじめ担保できるということが大きな利点になります。 ただし、この10の11条とか10の1 0乗、特に今日は結晶板ですが、10の11条を1回に輸血をするという、この大量の細胞を作るということを、どういうふうに行うかということが、私たちの大きな課題であります。でそこで、この結晶板を作り出す巨核球という細胞を大量に製造するための方法というのに、まず大きな焦点を当てて、開発を行ってまいりました。 で後でまあとでこの下に書いてある工場のようなシステム化についても少し触れてご紹介したいといううに思います。で私たちが確立した方法はこのようなものでございまして iPS 細胞ストックと同じようにですねこのようにいわゆる 凍結保存できるような巨可球を、まあ、細胞株化、iPS のようにです、ねまあ、凍結保存できて安全性がある程度担保した状態でスクリーニングした上で、まああで培養して大量に血小板を供給すると、まあ、こういうシステムでございます。でこれによって、まあ、できた、まあ、このシステムなんですけれども培養液を変えることによって簡単に巨可球という血小板酸性細胞を増やす。 ステージとですね血小、まあ、板を作り出すというステージに、えーまあ、培養液を簡単に変えることで、まあ、あのいわゆるステージを変えることができるというのが大きな特徴になっています。でこの増やすという時にはですねでに臨床用されているこういう大きないわゆる理由、まあ、いわゆる使い捨てができるような大きなバッグを使って培養を出します。こののバッグの中で、えー、大量に作った巨角球を 実は結晶板を作るわけですが、まあ、最終的にはこのようなあ残った細胞と結晶板を分離をする。で最終的には これ今20リットルで作っておりますが200ミリリットルの非常に濃縮したパッケージとして患者さんのところに届ける必要がございますのでまあ20リットルから200ミリリットルに濃縮をするというプロセスのための開発が必要になってまいりますまあこの開発に関しましてはあのトーレという会社大きな会社ありますがトーレさんと共同研究をして開発こういう機械を作るということで開発を進めてまいりましたで今現在どういう状況かといいますと このように、えー、実際の輸血には200ミリリットルのこういう濃厚パックという言われるようなあいわゆる輸血用パックに濃縮した血小板が日赤から病院に供給されます。でこの状態と同じものをですね私たちは20リットルの培養によって、まあ、作ることができておりまして、えー、これを実際に臨床に使うための安全性試験等 あるいは有効性試験等について現在動物実験を行っているというのが現状でございます。 で私たちはこのように今の現状では20リットルをかけて1人分の1回の輸血量を作るという技術開発まで到達していますが、まあ、できるだけこれをさらにコストを下げる観点からも効率よくより少ない量で培養できるような技術開発に結びつけたいということで引き続き開発を進めていきたいというふうに考えておりますで申しましたようにいくつかのパラメーターというか開発すべき項目というのがございます でフィルターやさまざまないわゆる細胞を増やすための薬ですね、まあ、そういった薬を新たに開発するということも必要でございまして、まあ、それによって将来のコストダウンにつなげると同時に臨床研究や臨床治験に 向かうにあたってですね、どのような、いわゆる得意的な患者様やニーズに合うようにデザインしていくかということも含めて、このトライアングルをよく考えながら、次の段階に進めていこうというふうに考えておりますま。これによって、産業化という、いわゆる将来の、いわゆる一つの出口にもつながるんではないかということで、頑張っているところでございます。あの 本日はこのような機会をいただきまして本当にありがとうございました私どもはあの今日ご紹介した当例だけではなくてま加、あ、減製薬や日産化学等の共同研究を通じて、えー、ま,ますますあの患者さんのところにワ、えールドの技術が到達できるようにますこれからも頑張っていきたいというふうに考えておりますどうもご清聴ありがとうございました